万歴とは、すり歴とも呼ばれ、書者による暦に対して、印刷によって作成された暦を指す。鎌倉時代中期までは、暦は、書者によって作成されていたが、社会的需要の高まりに伴って印刷した暦が、登場したと考えられている。万歴の多くが、木彫りの正版を用いたが、後世には、活版印刷のものも出現した。 形式は当初は書写された小読みと同じく巻歴であったが、後には織み綴り歴なども出現する。日本最初の晩歴については定かではないが、江戸時代の太田南保が、遠鏡元年のひらがな歴を見たと記録しており、現存最古のものもその7年後の昭和6年具中歴であることから、14世紀初め前後の鎌倉時代後期に出現したと見られている。 さらに、現存最古のひらがな歴が、現行二年東洋文庫書像、同じくカタカナ歴が取得四年代五次書像のものである、ことから、南北朝時代にかけての数十年間に急激に、普及していったと考えられている。この動きに大きく関わったのは、三島大社とつながりが深い三島歴であったとされ、三島歴は金子読み及び番歴の代名詞ともなった。 室町時代以後に、奈良や京都に、高徳家を本所とするすり歴座が成立し、各地に、地方歴が成立した背景には、万歴によって、暦の大量生産が可能になったことが関係があるとされている。ありがとうございます。